ずっと一緒に。私の部屋使っていいから。うん。じゃあ。二人で歩いた一歩道。今気づいたよ。騒がしいってのも楽しかったこと。遅いな。今気づいたよ。待っててくれるって嬉しいこと。おい、おい、ちゃんと食えよ。おせっかいってあったかいこと。思ってる以上に成長してたこと。月見バーガー、月見パイ。今年はコクうますき焼き月見と栗のモンブランの月見マックフルーリーも。150年、資生堂が見つめてきたもの。人の幸せを願うこと。150周年の資生堂です。もしも私が家を建てたなら。ありがとう。小さな家を。え、食べないんだ。せっかくなのに。バーバーさ、なんで食べなかったの？だって恥ずかしいじゃない。好きな人の前でこんなでっかいの。あ、じゃあさ、じいじの前では全然平気。なんでだろう。そうか、もう少しビッグマックが小さかったら僕は今ここにいなかったわけだ。それはいつどこからやってくるかわからない、他の誰でもないあなたの心だけが反応する。そのドキドキはあなたが見つけたあなただけのもの。誰とも比べなくてよくて、評価なんてされなくてよくて、あなたがドキドキするのかしないのか、それが大切なんだ。まだここにない出会い、リクルート。めぐる
今日はほろ酔いなんで何しよう。サントリー。時代は変わっていく。生き方も常識も価値観もどんどん変わっていく。それでも人はこれからもきっと笑い合う。きっとくだらない話をする。きっと弱音を吐く。きっと恋をする。時代は変わっていく。それでも人は人と生きていく。今日もまた笑って語って。人生には飲食店がいる。1930年代、外国映画の映像革命が青年たちを虜にした。情熱の連鎖はそこから始まる。海の向こうの職人たちによるブルーバック合成プロジェクション、ストップモーション、見たこともない技術が日本の若き映画人たちに火をつけた。それから20年、厳しい時代も乗り越え、彼らは日本独自の特撮技術を発明した。情熱ある仕事、その熱は次の誰かに受け継がれていく。ボス、ブルーインパクト。おそらく女の子ですよ。打ち合わせには入れたけど発言させてもらえなくて。もしもし、お腹の子女の子だって。あらあら、女の子。お団子。女の子。お団子食べたいわ。女の子。日本の男女には 43.7% の所得格差があるんだって。知ってた？本当だよ、女の子って大変だよね。いい加減にしてよ。女の子だって何でもできるんだから。うわ、破水してるよ。あなたが成し遂げたら、みんなが後に続く。も
始末の子が。この子はきっと。ねえ、あなたは何になりたい？バランス栄養食カロリーメイト。